ほら取ったんですよ。まず自分の娘がどれかわからない人が苦手だったんですよ。まあ、富山で。リクシルスポーツでは YouTube チャンネルだけではなく Instagram、Twitter も運営しています。番組の配信情報なども確認できますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。フォローお願いします。リクシルスポーツザ・セッションシーズン3ということで、まあ、今回は、最終回になってしまいますので、いつもとはね違った形で、鹿島アントラーズユース監督の柳沢さんと、あと今回、厚労省を受賞した青木さんと、一緒に進めていければなと思っています。また今日いつもとね雰囲気が違うんですけども、今回はアイフルホームさんの、ご協力のもと、ちょっとねアットホームな、感じで、まあ、ゆるくですかね。二人とも緊張しないでくださいよ。いいんですか、もう。はい。はい。はい、っていう形で、はい、やっていければなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お二人の近況というか、まあ、最初ね、冒頭にも説明しましたけども、はい、まず、柳さん今、はい、ユース監督をやってます。そうですね。何年目ユースの監督、ユースの監督やらせてもらって2年。立ちますね。コーチとして2年で、まあ、丸4年ですか。もう4年も。4年も。やってるんだ。そう。なんかそんな感じしないな。うん。うん、4年もやらせてもらって。うん、どうです、うん、まあ2年コーチ、2年監督やって。育成自体初めてね、関わらせてもらって、その、まあコーチとして、やっぱり最初入ったんで、うん、まあいろんなことを見ながら、その時は中村監督だったんで、うん、まあ中村監督はやっぱ育成のね、スペシャリストというか、まあ小さい年代から、ジュニアユース、ね、ユースまで見てるコーチなんで、うん、本当勉強になること多くて、すごい細かいところまで見てんなっていうような、監督ってこういう感じなんだなって思いながら、見てた2年間と、うん、あとは自分実際やってみて、やっぱり後世中村監督の目配りとか、うんうん、なんか気配りとか、あとはやっぱり締めるとこは締めるとか、なんかそういうのってすごくチームに影響するんだなっていうのをこうやりながら感じてる部分、うん、だからある意味すごい難しいなっていうのを感じながらやってるところは多いですかね。やっぱ監督が全てをこうね、うん、マネジメントするっていうのはある程度、うん、大事な部分だと思うし、うん、まあ、ご自身もやっぱやりやすいようにするのが監督の仕事でもあるし、うん、でもやっぱみんなで選手を育てるっていうのがやっぱ、ね、メインの部分でもあるんで、うん、それをみんなでどう育てていくかっていうところでは、まあ、難しくもあり、うん、なんか楽しみでもありっていうような感じで、今ユースがね、だから矢野さんと、はい、今三つおは一応基本的にもユースに、はい、ほぼもうやってるんだけど、はい、その2人に指導されるってすごいことじゃない、はい、僕も指導してもらいたいですね。感情こもってない。いや、でもその選手からしたら本当に幸せなことっていうか、うん、ありがたいことだと思いますね。こう鹿島でずっとやってた選手だったり、まあ、あとは海外の経験も2人とも持ってるので、うん、その経験とかをまあ還元してもらえるというか指導してもらえるっていうのは、まあ、本当に羨ましいですよね。三尾も結構ね喋るっていうか、うん、子供たちに対しては結構もうバンバン行くし、うんうん、見てるところはまた面白いんですよね。面白い、視点がやっぱ面白いし、うん、発想もあるし、俺らなんかは指導者ライセンスとかね、受けに行ったりとかして、うん、で彼はまだ持ってね行ってない中でも、うん、僕らにないものをこうすごい発想力で、うん、こう子どもたちにこう刺激を与えてくれてるから、すごい、うん、助かってるっていうか、うん、結構俺らなんかになると、ユースの選手のお父さんとかお母さんが年下だったりするわけ。あ、もう、はい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 、その年代になってきてて、うん、この前話してたら、うん、子供なんかワールドカップ2002年は、まあ、まず
知らない。まあ、三つはね、長く元気やってたから、うん、まあ、最近までやってたし、アントラーズのそう、ね、象徴的な存在なんで、選手はやっぱり食いつく目っていうか、うん、そういうのも全然違うから、まあ、そういう意味じゃ、本当に今、選手にもすごいいい影響を与えてくれてて、うん。逆にまた勉強してるみたいな感じ。やらせもね。そうそうそう。それ俺もたまにこう出たりもしてるから、うん、なんかすごいいい関係でやってるっていうかね。うんうん、でそこに次はね、もう一人入っていくから。そうね。そこだったもん、多分ユースに行くっていうので。あ、すごい。だからもう、柳沢、小笠原、曽我畑。で、中田を今引き込もうと。すごいメンバーですね。ね。だから本当にこう、楽しみというかね、ユースは。青木ですけども、はい、今、フットゴルフのプロ、はい、青木プロ。プロフットゴルフ、はい。プロフットゴルフ選手として活動させてもらってます。一応、南葛に所属をしながら、はい、そうやってフットゴルフをやってると。はい、で、今、皆さん知ってます？何？ランキング。うん。2位です。なんかこの前ね、たまたま会ったんですよ。うん、で、話してて、本気でやってて、で真顔でね、俺、オリンピック目指します。オリンピック競技になってる？なってないですよ。将来的に可能性があるんですけど、まあ、現状はあのワールドカップはあるので、うん、で、そのワールドカップが5月に開催、アメリカで開催されるんで、でそこに出るためには日本代表に選ばれないと出られないので、うん、そこを目指してやってます。今フットゴルフ始めて何年？1月にフットゴルフと出会って、で大会に出始めたのが2月からなので、まだ1年経ってない、はい、でもランキング2位すごくない？すごいですよね、うん、いやだからやったことあります？フットゴルフ。いや俺ないんですよ。僕もやるやる詐欺なんで誘われるけど行ってないっていう。青木キック力あるじゃないですか、すごい、うん、だけど微妙なその繊細なタッチがねできんのかなとかっていうのはあるけど、その辺はどうなの？もうそこはもうめっちゃやってますね。やっぱりゴルフと一緒でパッティングパッドで決まるんで、うん、そこの、まあ、強弱とか力加減っていうのはかなり大事になるんで、うん、そこはもう本当にめっちゃやってます。俺とかヤナさんゴルフやってんだけど、はい、もうピンばっか見ていくからさそうじゃダメなんでしょ？結局はその地形というかアンジュレーション、うん、傾斜読んだりとかってそこが大事になってくるんで、うん、風とかも影響ある？風もありますね、うん、はい、ボールもあれでしょ、あるんでしょ？ボールもなんかフットゴルフに向いてるボールとかあるんですよ。なので、うん、今あの価値があるボールは昔の10年ぐらい前のワールドカップで使われた、うん、ジャブラニでしょ？そうです、ジャブラニ、うん、あのすごい変化するボールあったじゃないですか、はいはいはい、あれが一番いいらしいです。あれがなんでいいの？なんか転がるんですよ。なので同じように蹴っても今のボールより20メーター30メーターぐらい先に行く。逆に何使ってもいいってこと？今のところ統一球がなくて。あ、ないんだ、はい。もうマイボールを持って、ね、でそれが今メルカリさんですごく高値で取引されてる。あ、まあそうなるよね、はい、それだけ20、30違うんだったら、はい、よくメルカリさんチェックしてますないかなって、はい、だからやったことないじゃないですか、うんうん、やりたいなと思います。うん、うん、フットゴルフ。いや、やってみたい、はい、一回ですよね、どういう難しさなのかっていうのを体験してみないとね、やっぱり分かんない部分もあるから。どういうきっかけでやる感じになったの？サッカー選手引退したんですけど、その引退するタイミングで、友達にまあ引退することになったっていう報告をした電話で、その友達が今度フットゴルフ行くんだけど、まあ一枠空いてるからどうってことで、でもその瞬間に僕なんか行くってもう言って、絶対面白いってもう確信があったんで、でなんかもともと僕もゴルフの世界観好きで、こう漫画とか、まあ、実際自分でオフの時とかにゴルフやったりしてたんですけど、そのゴルフの世界観好きだった中で、それがサッカーでできるってなったらもう絶対面白いなと思って、うん、それで行ったらやっぱりもう一発でハマったって感じですね。うん、まあ、フットゴルフやりながら
今自分のお店もね、はい、やってるし、はい、あのインソールのお店だよね、はい、あの市役所の近くで鹿島の、はい、これは結構皆さん知ってる話かな、うん、そこちゃんと店出てんの？いや最近ちょっとフットゴルフの熱が高まりすぎててちょっとお店開ける機会が減ってしまってるかもしれないですけど、でもまあそれぐらいフットゴルフを真剣に本気で今 やらせてもらってます、うん、ゴルフ楽しみですね。ねえ、日本代表としてね、いや本当にまた新たなね、うん、こう目標というか、ね、見つけてそれを本気でね楽しんでやれるってすごい羨ましいなっていう、うん、まあ自分もまあ、ね、楽しみながらやらせてもらってるけど、うん、なんかやっぱ目標を持ってやるってすごくいいことだから、うん、まあそれが個人のものでもそうだし、まあ、矢野さんみたいにね監督としてやっていくっていうのはまたいろんな、まあ、苦労もあると思うんですけど楽しみもあると思うんでね、そんな弱ってんの？始めたきっかけっていうのは矢野さんは昔って野球が盛ん で、はい、で野球っていうのはもう小学校4年生からしかできなかった、うん、で少年団に入れないっていう中でたまたまその町にそのサッカー少年団があって、うん、そこはもう小学校1年生からあの受け入れてくれてて月謝もまあ安くて、うん、で親もまあそれに対しては OK 出してくれて、うんうん、まあ、それが本当にきっかけ。え、じゃあ最初は野球やりたいとかってあったんですか？野球少年。あ、そうなんですね。親と遊ぶってたらやっぱキャッチボール。キャッチボール。うん、もう家では必ず巨人のテレビが映る、うんうん、そこからチャンネル変えられないみたいな、はい、まあ、まさに田舎の。田舎ですね。でも好きで見てたし、はい、うん、野球結構やっぱ好きだったし、友達と遊ぶって言っても、みんな集まって野球するっていう。じゃあ野球がだから1年生からもしできてたら、うん、そっちに行ってた可能性っていうのも、ね、可能性は十分にあった。センスがあるかないか置いといて、ね、置いといてね。それはね。じゃあサッカーは1年生からから始めて、うんうん、そっからずっとサッカーずっともサッカーを、うん、富山でもう はまっちゃったらやっぱサッカーだけになったね、うん、やっぱ野球はやんなくなって。青木は僕は、まあ、もともと子供の頃、めちゃくちゃ活発な子供で、で、休み時間とか放課後とか、まあ、いろんなスポーツして遊んでたんですけど、うん、まあ、そういった中でサッカーをやるきっかけは、なんかこう、サッカーの少年団の先輩とかと一緒にサッカー遊んでて、で、その時にたまたまなんか股抜きが決まって、うん、で、その股抜きした瞬間に、その先輩から、いや、お前サッカー向いてるからサッカーやれ、みたいな感じになって、うん、で、それが小学校3年生、の時にそういったきっかけで、まあ、そのままの流れで少年団入るみたいな感じでした、ね、それまでは1年からそれまではなんかそれこそソフトボールとかって昔あったと思うんですけど、うん、今もあるのかな、なんかそういうソフトボールの少年団に入ってやってたり、うん、まあ、とにかくこう、まあ、落ち着きのない子だったので今落ち着きしかない。そういった中で、うん、流れでなんかサッカーに入っていったって感じですかね。3年生。じゃあ3年生の時ですね。そう、俺も3年生なんですよ、うん、そうなんだ。3年、まあ、2年生か、少年団入ったのはまあ3年生で、始めたのは2年生ぐらいから
まあ、兄の影響で、うん、初めてっていうのはあったんです。それまでは、それまではだから野球っすよ、うちも。やっぱ野球、うん、父親野球やってて、っていうのもあったので、遊ぶのはだからまあ野球やりながらで、うん、まあ、父親体動かすの好きだったから、うん、野球もやってサッカーもやって、うん、ってなってたら、まあ、兄貴が野球のセンスなかったんでしょうね、うん、サッカーに行っちゃったから行っちゃったからで、サッカーついてったら、まあ楽しくて、うん、でも一緒に入るみたいな、うん、なんか父親だけは悔しがってましたね、あ、野球ちょっとやってました、そうそうそう、うん、もうずっと父親野球、うん、やってたから、うん、野球やらせたかったっぽかったですけど、うん、家族のサポートとかって結構ありました、サッカーをするにあたって、するにあたって、うん、俺その小学校1年生から入った少年団は朝6時からの練習だったの、はい、だから朝6時から7時まで学校行く前に1時間だけっていう、え、夕方とかはなくて、ない、だから夕方は野球やったり、はい、関係やったり、まあ友達と遊ぶ時間あって、朝の1時間だけで、基本的にはやっぱり自分では通えない距離だったんで、うん、そんなに遠くはないんだけど、で朝はやっぱり お母さんが送ってってくれて、で1時間待って、まあ、終わるの待って帰ってくるとか。朝6時だったら何時？ 5 時、まあ、近いから5時半ぐらいに起きて、パッと着替えて、うん、出ていくみたいな感じで。でもお母さんはそのパッていく感じもできないじゃないですか。もう関係なく。いや、お母さんはそんな化粧とかしない人だったんで。しかも、ラーメン屋やってたの。はいはい。だからラーメン屋やってた夜中とか帰ってくるわけ。で、大体1時ぐらい帰ってきて、うん、寝るの2時ぐらい。で、朝5時半ぐらいに起きて送っていくから、お母さんの睡眠時間はもうほぼ大変。大変だったと思う。そういう意味じゃん、そういうのがなかったらね、まあそうですよね、うん、続けられなかったし、ったと思うし、うん、青木は送り迎えとかは毎回やってくれましたし、あとは応援してもらってるっていう意味では、僕が高校時代の遠征先には8割方来てました。うん、こう結構全国に遠征するじゃないですか、その時でもまあその現地に気づくとうちの両親がいるっていう、うん、それぐらい応援してもらえてたなっていうのはありますね。まあ親は結構試合とかはまあ見に来てました、小学校とか。あ、でも矢野さんのところ、俺とはあんま来なかったね、うん、ラーメン屋、ラーメン屋って、あ、でもその試合の時間だけ抜け出して、こう昔こんなでかいカメラでこうやって母さんが構えて、試合見ながら夢中になるから、全然ゴールシーン映ってないとかね、親父に怒られるっていうね。そういう。わかる気がします。わかるでしょ、うん。どうしてもボール落ちちゃうからね。そうそう。で、こう、目で見てたいから、こう見てたらこっちがもう全然取れてないとかね。地面映ってるみたいな。はいはいはい、はい。この間、娘のチアのやつで、うん、あの、ヤナさんとかね、はいはいはい、娘さんも、うん。青木のとこもいたわ。はい。行って、俺初めてカメラ撮って自分の娘撮ったんですけど、うん、まず自分の娘がどれか分からない。そういうのあるよね。そう、ところから始まって、こうやって目で追ってたら全然撮れてなかったっていうのあるから、お母さんの気持ち分かるわ。アントラーズの決め手って何だったんですか？決め手はね、やっぱ好きだったんだよね。アントラーズが。うん。本当好きで、やっぱ、初年度のファーストステージか、うん、優勝したの。ジーコ、うんうん、あのインパクトやっぱあって、うん、ジーコさんが富山で住金時代に来た試合も見に行ったし、まあ、そういうのもあって、なんかアントラーズ自体が好きっていうのは、うんうん、自分の町のチームじゃないけど、まあ、自分の中にはなんかこうアントラーズファンみたいなところはやっぱどっかあって、うん、まあ、それが本当に最後の決めて。すごいですね。好き。まあまあ、でも一番か、そこは、うん。青木もほぼほぼチーム来たでしょ、オファー。まあ、来てたんですかね、はい。でもまあ、それぐらい。10チーム以上は、はい、オファーいただきました。ね、だから全国出てないのにそのオファー来るってすごくないですか？なんか高2ぐらいで初めてアンダー呼ばれたんですよ。うん、で、1個上のアンダーに呼ばれてたんで、そういうのもあって、多分、呼んでもらえたのかなと思いますね。うん、で、鹿島の決め手って何だったの？鹿島は環境がいいとか、こう、お手本となる選手がいるとかっていう、まあそういう理由もあるんですけど、まああとは自分は逆になんか自信がなくて、うん、で、僕が入団する前の年って3
冠した年なんですよ。2000年。2000年ね。で、その次には僕入団したんですけど、自信がなかったんで、日本で一番のチームに入れば、ダメだった時に下に行けるなって思ったんですよ。そのなんかこう、不純な動機っていうか、へぇー。めちゃくちゃ自信なかったんで、うん、だったら一番上に行けば、こう、下には行けるかなっていう。そういう考え方もあるんだ。もう珍しいパターンだと思うんですけど。そんなに自信なかったんだ。もう全然なくて。確かになんかおどおどしてんなっていう印象はある。だからもう自信ないから試合出られないっていう前提で考えるんですよ。であればまあ練習だけでも上手くなれそうだなとかってそういうのもありましたし。うん、あの時だってボランチが俺と熊ちゃんか2000年代。そうですね。あと本田さんもいて。本田さんいて。はい。プロ向きじゃなかったと思います。こう野心がないっていうか、志が今振り返ると本当に。でも来た時覚えてるけど、身体能力すごかったですもんね。うん、長距離とかめっちゃ走れた印象だよね。いくらでも走れましたね。ね、はい、でも本当、周りの評価と自分の中の自己評価が全然かけ離れてたんで、それをもっと周りの評価の方に自分の考え方があれば、もっと上に行けたんじゃないかなって、プロ向きじゃなかったなと思います。でどんぐらいで試合出た？でもすぐ出たでしょ。まあ、1年目とかで使ってもらって出てたよ、まあ、少しですけど、はい、まあ、期待されてたと思うんですけど、それになかなか応えられなかったなって思いますね。なんか入った時柳さんどうだった？僕なんか人が苦手だったんですよまあ今もそんな得意そうじゃないけどいや、うん、でもだいぶ変われたと思うんですけどその人見知りっていうかコミュニケーション取るのがめちゃくちゃ下手で、なんかよく先輩とかからご飯誘われても僕一人好きなんで、普通に断っちゃったりとかしてたんで、本当損してたなって思いますね。なんか、もったいなかったなっていうか。でもね、それで言うと、柳さんも人見知りだから。人見知りだよ。ね。柳さんもね、こっちから行かないとね、あんま答えてくんないから。スター選手ばっかりだったんで、うん、なんかそれに対して、本当に自分が自信がなくて、なかなか多分チームに入れてなかったと思いますね。なんえ同期は同期いなかったんですよ、僕。そう、一人だけ。で、一個上に野沢さんとか羽根さん、うん、羽根田さんがいて。全然面倒見てくれなさそうな人たちがいて。羽根さんとかは面倒見てくれました。本当？はい。寮から車で送ってもらったりとか、うん、そういうのありましたけど。で、昴生さんもいましたね。中村昴生さん、ね。あと根本だ。そうですね。雄、うん、一がね、はい、いたのか。はい、誰もなんか相手してくんなそうじゃん。その中に自分から入っていかなきゃいけないと思うんですけど、それができなかったですね。なんか、うん、なんか本当に、もったいないです、ね。工事ぐらいできる人はなかなかいないからね。ぐいぐい、ぐいぐい行く人。初めて会っても大丈夫ですよ。はい。会った人でも。結構、なんとでも。ね。多分青木にもグイグイ行ってたと思うし、そうですね、来てもらって、まあ、車乗せてもらったりもしましたし、うん、食事とかも誘ってもらってるのに普通に断っちゃうっていう、本当今考えるとありえない後輩だったなと思いますね。なんか俺らの世代も三尾とかは誘わないじゃん、うん、元は誘うでしょ。元さんだったり、あの時なんかよく奈良さんとか曽我さんとかがよくお食事行かれてて、そこに何回か誘ってもらってるんですけど、なんか行ってないんだ。全然積極的に行ってないっていう、うん、なんか行った中で記憶ある人いる？食事。いや、浩二さんとか奈良さんとかに誘ってもらって行ってましたけど、もう全然なんかもう垂れ付けなかった。受け答えがはいはいとかで、はいとかで終わっちゃうんですよ、うん。会話の発展性がないっていうか。でもいいじゃん。それは先輩のせいだもんね。いや、僕のせいです。自分の。あれが引き出しが少なかったってことですね。リクシルスポーツ ザ・セッション。僕たち3人のサインの入った2023年シーズンの新しいユニフォームを1名様にプレゼントします。応募方法は概要欄をご確認ください。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。パート2もお楽しみに。